たわ。だーチャオチュールですね。これがね、食べ物かどうかっていうのはまだ分かってないわけですよ。遊んでるだけなんでね。はい、こっちおいで、こっちおいで。はい、猫ちゃん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 、はい、猫ちゃん、こっち、こっち。はい、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 ちょっと待ってね。まあ、出してるから出して。痛い、痛い、痛い。爪、ドーン！よし。みんな。みんな。はい。はい。よしよし。はい、はい、はい。サンちゃんが好戦的で。よし、みんな。行くよ。よし、みんな。お食事だ。お食事だ。はい、今、切ってください。こっち切ってください。はい、こっち切ってください。はい、はい。猫ちゃんもおいで。はい、そう。そして、こう。よし。さあ、ということで、今からご飯します。ちょっとご飯準備。よし、さあ、ごめんね、お待たせしました。さあ、ということで、いきます。さあ、キノコグランプリ。いくよ、みんなこっち来て。はい、こっち来て、こっち来て、はい、こっち来て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 。はい、どうも。ダメだ、ダメだ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょちょ、はい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 、いちかちゃん、いちかちゃん、あ、ごめん、にこちゃんだ、にこちゃんね、はい、よいしょ、あ、はい、あ、よかったということで、ね、今日は順位はこの通りでした。では、僕は掃除します。皆さん、こちらです。見てください、チャオチュールですね。こちらですね、実はこの子たち今までね、チュールを食べたことがないんですよ。そして今日はですね、このチャオチュールを続々と集まってきましたね。これがね、食べ物かどうかっていうのはまだ分かってないわけですよ。遊んでるだけなんでね、おもちゃかな、なんかなっていう感じですよ。これを今日は食べさせたいんですが、残念ながらですね、同時にこう手持ち痛い同時に食べさせることって難しいんですよ。やめなさい。だから、いつものようにサーキット形式なんですが、一人だけ手持ちでね、食べてもらう食べてもらおうかなと思います。まあ、それは誰になるか分かりませんので、ではね、早速ちょっと準備に取り掛かりたいと思います。少々時が飛びます。準備ができました。ではご飯の時とね同じなんですけど、一応ね
こうします。こうしてえ2人分はこうやってチュールをとりあえずこう置くじゃないですか。で1人はこっちで食べてもらうと。僕はこう手持ちチュールでねこうやってしますから、どうすればいいの。あ、そっかそっか、難しいな。難しいけど、まあ、なんとかやってみよう。僕もこっちにいないといけないから、はい、こっちおいで、こっちおいで、はい、おいで。あー、ニコちゃんだった、ニコちゃんだった。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょ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 、はい、はい、ニコちゃん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 、はい、ニコちゃん、こっち、こっち、これ、これ、そう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 、うわー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ニコちゃん、ニコちゃん、ニコ、ニコちゃん、落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて、ダメだ、これ、だ、ちょ、ちょ、あー、殻ごと、殻ごとじゃない、袋ごと食べちゃうから。あ、やっぱり、やっぱ手渡し、あ、ほら、怒られた、怒られた。ニコちゃん、ニコちゃん。よしよしよし。狂気乱舞です。すごかった。ねえ。はい、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 ちょっと待ってね。今出してるから出して、痛い痛い痛い。爪、あー、ティース何ですか、ティースって。床に落ちた。ニコちゃん、ニコちゃん、はい、ニコちゃん、ニコちゃん。いや、やっぱりお皿であげた方がいいな。うん、一人だけだったらいいんだけど。ちょっとニコちゃんの分だけ、ニコちゃんの分だけ、はい、ニコちゃん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 おいでね。あの3匹同時っていうのは難しい。はいはい、あなたたちはもう食べた。いい指、それ一気に僕汗が吹き出ましたね。これは難しいってことです。はあ、でもね、やっぱ舌つづみということでした。はあ、疲れた。これだけで僕夫婦言いますからね。体力的なんじゃなくて、なんていうかな、気づかれですね。やっぱりお皿であげましょう、次からね。ということでありがとうございました。痛い痛い
強く頬を